やハロー、どうもマジラジオ芸人浜です。こんばんは。現在10月11日月曜午後5時21分ですね。はい、今日はうちの母仕事行ってますんで、頑張れ同期ちゃん4話と、今転生したらスラムだった件の14話見えて、ここから15話行きたいと思います。で、もう自己紹介に関してはですね、動画撮ってリンクをもうつけてますんで、説明文によかったらそっち見てください。ただ軽く言っておきますね。はい、僕はマジ大道芸人浜田と言います。瓶乗ってジャグリングしてハーモニカ演奏してタンバリン叩く、世界唯一の技を持ちして、こんな本も出してます。で、目覚ましテレビ、あとは月曜から夜更かし、探偵ナイトスクープには4回出ました。で、ライオンのグータッチという番組では、動画大賞を取ってます。はい、プロのパフォーマーやってます。現在はね、コロナの影響で仕事がないんで、貯金が尽きるまでアニメリアクションをやってるという感じです。はい、まあ僕の自己紹介、興味のある方はもう見てください。興味のある方は全然見なくていいです。大道芸と一緒です。これも大道芸なんでね。はい、よろしくお願いいたします。さあ、今回もアニメ楽しんでいきましょうということで、転生したらスライムだった件15話、 D アニメストアです。いきます。3、2、1、スタート。多くも取り込んだのね、もう戦後処理。どうした？あ、オープニング変わった。しずさん。なんかいろいろ新キャラ出てきそうやな、こっから。増えたな。
リムルがどんどんエラーなるな。モノノフ隠密指南役刀会、あ、刀会か、いいね。侍大将なったね。あ、新風かな。15万にして間違えた。あ、な、アビール進化したな。アビルとガビルか。国外追放。
いや、まさかガビルに泣かされるとは思わんかった。レイマン、小安武人さんかな。いや、まさかガビルに涙腺やられるとはな。水洗トイレ。宇治市ぐらいあるんちゃう？ん？なこれ？新しい敵？あれ？ゴアの王様やね、これ。名前なんちゃっけ。えらい勘違いされてんな。ほんできたんか。なんだっけこの王様、ゴアのあれやね、ベスターを追放した。ベスターちゃうわ、カイジンを追放した。あ、ドワルゴや。
どんだけ強いんやろな。先生なんや。あ、トレーニ白露師匠な。ああ、そうなんや。そうつながってたのね。
首都中央都市リムル。なんかリクルート久々に見た気がするな。ジュラテンペスト連邦国のリムルね、ここが。なんかすごい話になってきたな。あれ、エンディングの絵が変わったな。おお、魔王ミリム。ああ、このピンク髪の女の子か。ここ魔王やったんや。Dアニメはこの通り、パッと終わった次の話のサムネがバーン出てくるんで、これ魔王やったのね。というネタバレがあります。うん。いやー、まさかちょっと、テンスラ15話で初めて累戦行かれましたね。8話の地図さんもやばかったんですけども、まさかガビルで、ガビルでやられたわ。まあまあ、とりあえず、ジュラの森大同盟ですか。まあ、要は一つの、あれですね、もう全部の、多種族が、まあ、同盟組んで、一つのでかい町作ろうみたいなことになってきましたね。その、多くがまだ15万。ね、宇治市の人口が約19万なんでね。あ、宇治市ぐらいのもんができんのか、と。うん、いや、ちょっとガビルのシーン、感動してしまった、ほんまに。まあ、とりあえず、このジュラの森の名手となったわけね。から、まあ、変わったんかな。なんか、リムルがどんどんエローになっていきますね。素晴らしいです。うん。なんか、街づくりもいいですね。水洗トイレはでき、道路もでき、ゼネコン時代のが、何、知識が役に立ってる、ってね。まあ、そこにドワルゴさんやったっけ?王様ね。ちょっと名前見とこう。あ、ほんで、ベニマルたちは役職をもらって言ってましたね。あ、やっぱり、あいつか、クレイマンっていうのは小安武人さんか。トレイニーか、トレイシーって。ガビルの妹は名前ついてないねんな。アビルはつけたのに。なんでガビルの妹名前つけへんやろ。あれ?トレイニー、クレイマン。あれ?ここ、あれやな。あれ?あれ?王様、あれ?キャストの王様乗ってないぞ。なんでや。まあまあまあ、ええか。5話のね、王様。まさか急に来るとは。まあまあ、その真意は、オークロード、オークディザスター、まあ、魔王ゲルとか、を倒したやつが敵なのか味方なのか見極めるという、ただそれだけのために来たってことね。で、必殺技を受け切ったら、負けやいうことだから、あれ、負けを認めたと。ほんで、まさか師匠が白狼とはね、いつの間にか、リムルも白狼に剣術を教わってたってことね、これ。まあ、最後の宴会も良かったし、なんか、アクトレイザーを見てるかのよう、中学の時にアクトレイザーとアニメ、あれ、アニメちゃうわ、ゲームハマって、まあ、街づくりですけどね。うん。で、ジュラ・テンペスト連邦だっけが出来上がり。
で、首都が中央都市がリムルとなったわけですね。なんかすごい壮大な国づくりの物語になってきた気がしますね。なんか何だっけ、三上悟ね。うん、ここまで上り詰めてきたかって感じですけども、まあ、まだ言うても15話だから、あと10話あんのか。いやまあちょっと楽しみですね。で、次回魔王なんとか登場、ピンク髪のあのオープニングで戦ってるやつですね。いや楽しみですね。はい、ということで転生したらスライムだった剣の15話でした。よかったらチャンネル登録や高評価などよろしくお願いします。現在ね、もうほんまに仕事がなくて、ずっと家にいるんで、で、この母のいない間はこうやって喋ってできますけども、夜はもうね、小声でしかできない。いるときはできない。はい、そんな条件の中でアニメリアクション、マジで頑張ってます。ね、ずーっと2桁再生で、ほんまに死んでますけども、心は。うん。まあ、粘り強さと諦めない精神、これだけは皆さんに見ていただければなと思っておりますので、うん。まあ、1426本、いや、もうトータル多分1500本ぐらいのね、動画ももう、理不尽な著作権警告により、消え去りましたけども、諦めず頑張っていきますんでね。ぜひとも皆さん応援よろしくお願いします。そしてアニメーションに楽しんでいきましょう。あの、いつもコメントくださる皆様ありがとうございます。こんな野郎にね、こんなゴミクズ野郎にありがとうございます。はい。で、まあ、当然本職は大道芸人、パフォーマーですから、僕の PV だとか、過去のパフォーマンス映像だとか、ジャグリング練習動画、あとはジャグリング講座なども上げてますんで、そちらの再生もお願いいたします。はい。ということで、以上、マジラジオ芸人浜川でした。どうもありがとうございました。では。